こんにちは、芦屋人の芦屋ライフニュースです。今回はたくさんの飲食店が並ぶ駅西商店街をご紹介します。まずは JR 芦屋駅の北口をスタート、西の方へ歩きます。その前にちょっと寄り道して北側へ。ボッテガブルーは地産地消、添加物不使用の人気イタリアン。最近は米粉パンやグルテンフリーのスイーツも人気で注目のお店です。さらに北へ進み、角を左に曲がるとパティスリー赤い猫が。ボリューム31、芦屋スイーツ、ケーキ&クレープ屋さん、おしゃれ新店でご紹介しています。先ほどの道に戻ってきました。芦屋駅西側の顔、たこよし。昭和23年創業、今も芦屋の人々に愛されています。天とじうどんは卵もうどんもふわふわ。いつも行列ができていますが、回転も早いので私たちが来店した際も思っていたより早く案内されました。芦屋の条例により看板の色が違うシリーズ、ドコモショップの赤色も落ち着いた赤色になっています。クリームは芦屋人にもよく掲載されている美容院、髪と地肌に優しいハーブトリートメントカラーがおすすめ。
ジャクソンズマーケットはランチのお肉がボリューム満点。駅近で深夜まで営業は便利ですね。オラとチーナはパンダの看板が可愛い中華レストラン。リーズナブルで家族連れにも大人気です。おむすびコロンは今年オープンしたばかりのふりかけ屋さんがやっているおにぎり専門店です。こだわり鶏肉専門店足屋鶏清。メディアでも取り上げられる鶏鍋はもちろん、やっぱり唐揚げが絶品です。止まらない。インド料理のナワシャンティはモンテメール5階から移転しました。特大のナンは満足感がありますよ。スミシュンはコスパ良しの人気居酒屋。平日でも賑わっています。ピエールはゆで揚げ生パスタのお店。コーヒー豆とタバコも売られています。昔ながらの喫茶店の雰囲気で、パスタはもちもちで美味しい。七度式は人気の幼児教室。芦屋の多くの子どもたちも通っています。ベイクスタンドとパスタダイナー。先ほど紹介した赤い猫はラポルテ西館にあるグリドル堺の系列店になります。ベイクスタンドは昔ながらのイギリスパンが看板商品のパン屋さん。パスタダイナーは今年5月にオープンしたばかりのイタリアン。系列店のパンやケーキを同時に味わえるのも嬉しい。宴は創作中華ダイニング。トトロ豚の角煮が絶品なので、ぜひ食べてほしいです。キュベクルールは直輸入ワインと自然派イタリアンのお店。店内もおしゃれで女子会におすすめ。看板の色が違うシリーズ2つ目の鳥貴族です。第一はお酒とお魚が楽しめるお店。カジュアルな店内はいろいろなシーンで使いやすそう。芦屋食堂マンチョスは厳選食材の地中海バルとしてランチもディナーもにぎわっています。
ここからまた北側に寄り道、アシアウイスキーはウイスキー専門店、樽から直接吸い上げる量り売りや樽そのままの販売もされています。元の道に戻り、ラリーブ芦屋へ。飲食店、ピラティス教室などが並んでいます。エスカレーターで2階に上がっていきます。美容院、ゴルフ教室のほか数店舗が並んでいます。どんどん西に進んでいくと、最西端にあるのがミュージカルプロ養成スクールのダンスオブハーツです。 A グループの佐野くんも通っていたそうですよ。情報サイト芦屋人でも取材してご紹介しています。このまま西に進むと芦屋川沿いに、前回のボリューム157、まるでヨーロッパの街並み芦屋川を歩くもぜひもう一度ご覧ください。よかったら高評価、チャンネル登録もしてくれると嬉しいです。感想やご質問があったらコメント欄にお願いします。次回もお楽しみに。